私立ビロネア高校の校長であるペンスです。皆さんこんばんは。本日は3月28日月曜日です。皆さん、昨日のプレミア公開授業はお疲れ様でした。いやー、なんとね、100名前後のですね、生徒がライブ配信で聞いてくれたということで、校長非常に嬉しかったですね。なんでですね、今後ですね、毎週日曜日20時から午後8時からプレミア公開はね、継続するしていくつもりなんでですね、ぜひ皆さん聞いてください。はい。ではですね、本日は第205回目のピリオドになります。で、本日ですね、やはり好評なんですね。この後輩と、そして財務内容がいい。今ですね、かなりやっぱ相場が不安定なんで、やっぱりですね、こういう安定株っていうのがですね、やっぱ人気があるんですね。家宝は寝て待てじゃないですけど、もう買って、あとはもうぼーっとしてるだけで一応配当がもらえる。そして、校長がですね、やはり本校で取り上げるこの銘柄というのは、どちらかといえば時価総額がそんなに大きくないんでですね、いわゆる場合によっては、いわゆる不動株がそんなに、多くないということもありますんで、場合によっては大きく跳ね上がる可能性もあるということなんで、今後もですね、そういう非常に面白い銘柄を取り上げていきます。で、本日の銘柄ですね、これです。榎本。皆さんご存知ですかね？半導体関連銘柄とも言われますし、スマートフォン、電子部品関連とも言われますし、平たく言えばですね、いわゆるコネクターメーカーですよ。簡単に一言。榎本さんって何ですか？リードフレームもありますけど、リードフレームメーカーでありつつコネクターメーカー。で、位置づけとしてはね、コネクターメーカーって言われる方が多いかなとは思いますけどね。でですね、ここに書いてます。半導体 LED 用リードフレーム、そしてコネクタ用部品の大手でございます。特にね、これが素晴らしいんですよ。精密のね、このプレス金型加工、金型技術に非常に定評がある。いわゆるワンストップで一気通貫で製品を供給できるというところは、このエレモト社の非常に強みであるということで、取引先ですね、やっぱ超大手が多いんですね。しかも品質の、意外とうるさい。そういうところにもですね、しっかり安定した製品をですね、納品しているというのが、このエレモトの強さかなというふうに思います。で、本日の終値がですね、1561円ということでございまして、はい。で、本日はマイナスですね、1.58%ですかね。で、PR いいですね、7倍来てます。そして PBR も約5倍、0.5倍と。そしてこれです、利回りが3%超えてます。信用バレたらちょっとね、大きいです。518倍ですけども。で、時価総額がまた100億円ということで、これはね、この PBR も0.58ですから美味しいですね。利回り3.2です。そしてですね、今期。もうあと、28、29、30。あともう指数えるぐらいですけど、片手で数えますが、270億。ね。営業益が20億。ということで、これやっぱりね、こういうコネクター系のメーカーの特徴としては、このメーカーであるにもかかわらずね、利益水準が非常に高いということが言えるんですね。なんでですね、そういった目でこのエレモトを見てもらえれば非常にいいかなというふうに思ってます。で、最終損益も修正1株益も過去最高を更新するということで、これまた足元絶好調ですよということなんですが、では、株主構成見るとですね、やはりエレモト家ということで、エレモト興産、これエレモトのね、一族の方が大体株持ってますが、ただトップがですね、マスタートラスト信託ということで、これ投資系ですね。があったり、やはりそれなりにやっぱり人気があるんですね。ということでね、この固定株主もオーナー系と、この超大手の、信託銀行がしっかり投資してくれているということですね。そして、はい、サードクォーター2桁増収増益、業績予想、上方修正と。いうことで、これすごいですね。これ、経常利益がですね、53.3%増、17.04億円と。しかもですね、この IC トランジスタのリードフレーム、それの製品がなんと41%増ということで、すごいですね、これ。しかもね、自動車向けでは EV 化の進行や、エイダスっていうね、この自動運転のこれカメラの部分で、これ距離を測ったりするやつですけども、そのエイダスの発展と普及、その他分野においても、もう DX、GX や社会革新による追い風を受け、パワー半導体の需要が増加していると。だからこういうね、まさしく乗りに乗ってる会社、エノモトがもちろん乗りに乗ってる分野に製品を安定的に収めてると
いうことで、もう利益がぐん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 上がってるっていうことなんですね。で、さらにですね、モバイル向けではスマートフォン向けがピークアウトしたが一方で、ウェアラブル末端ですよね。復調した方向。他、自動車向け部品も需要も顕著に推移したということですね。このコネクターでいくとですね、やっぱり、つなげるわけですから、やはり自動車、今もコネクターの搭載部品数がめちゃくちゃ増えてますから、EV 化に伴ってですね。で、さらにですね、このウェアラブル末端ですね、スマートウォッチ、いろいろあるじゃないですか。そういうものでも、この N モトのコネクターがしっかり使われているということでございまして、これもすげえ、リレー用部品、すごいですね。7.5%増。これ、リレーっていうのはですね、オン・オフにするということなんですね。電源を、電流をですね。なんで、一番リレーで有名なのが、あれですよ。車の、ウインカーですよね。ウインカー、左、右に曲がるとき、カチャってやるじゃないですか。ほんなら、ピッってなりますよね。カチッ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 って。あれ、オン・オフになってるから、ライトがついたり消えたりするわけですよ。それの構造ですね、になっているのがリレー部品なんですね。そういうものにも榎本は物を収めているということで、もう総じて足元絶好調ということなんですよ。でですね、これさらに遡ることが1月13日ですよ。榎本、上値追い鮮明と、半導体セクターのバリュー株で物色人気継続。いや、出ましたね。この言葉好きなんですね。このなんちゃらストラテジストとかね。投資家とかそういう人大好きなんですよ。で、出てきたのが PR が8倍、PBR が0.7倍と、極めて安い金ある。先ほど校長説明しましたよね。どうですか、今の榎本さんのこの PER と PBR、 この8倍と0.7倍でさらに下がってますんで、この時に極めてね、割安圏にあるって言ってんですか。いやいや、もっともっと今割安圏ですよ、ということは。そして配当は3%超えてると。で、自己資本比率も念のために言っとくと60%超えてますから。なんでですね、非常に健全ですということが言えるわけですね。なんでですね、いやー、これはね、楽しみです。で、榎本、どういう製品を作ってるかというところですけど、これですよ。リードフレーム、IC、トランジスタ用。これがね、パワー半導体とか半導体とか、そういうものに使われる製品なんですね。いや、これがね、ほんと、これね、このプレス加工ですよ。ここに書いてますけど。これ金属なんですけども、これがね、また難しいんですよ。なんでですね、こういうのを金型成形からですね、一体化して樹脂と成形したりですね、これインモールド成形って言うんですけど、そういうものをね、このエロモトっていうのはめちゃくちゃ得意なんですよ。で、一応ね、リードフレームって何ですかというと、IC や LIS などの半導体パッケージに使われるということなんで、広く言えばですね、半導体銘柄とも言えると。いうことで、先ほどのね、株単でも半導体銘柄の一つとして物色されているというのがそのゆえんなんですね。で、半導体の素子ですね。半導体チップを四次固定し、外部配線との接続をする部品なんで、これはね、相当スペック品質がうるさいわけですよ。そしてさっき画像で見た通り、めちゃくちゃ細かいですね。超、超精密部品なんですよ。それをもう金型成形からきれいに金属と一体で成形して、そしてもう樹脂とね、一体と成形でいるというところが、この榎本の強さということが言えますね。リードフォームはこれ素材ですけどね。で、次コネクター、これですよ。これは黒い部分が樹脂ですね。これプラスチックで、このゴールドの部分が金属ですよ。それを一体化して成形するんですよ。これがまた難しいんですよね。金属が反るとかね、いろいろあるんですよ。なんで、その収縮も含めてですね、これしっかりやらないとダメなんですが、そこをね、やっぱり榎本流というか、その技術力で金型から一貫成形して、最後完成品までお客さんに届けることができるというところ、ワンストップサービスが榎本の強さの秘訣ということですね。ご要望により OEM をできるというふうに書いてますけども。そしてですね、これがサードクォーターの、決算内容ですけども、次の通りですと。1番、リードフレーム。2番、オプトリードフレーム。コネクター、その他。もうこれ見てわかります。まず、1番目のトランジスタリードフレーム。前年41%増。51%増。9%増。7.5%増。
ありとあらゆる分野、榎本さんが作って収めているありとあらゆる分野で、まあ、大幅に上振れてるということなんで、これはもう羨ましいですね。もう一方でね、コロナで、うわぁ、大変だ、大変だっていう業界もありつつ、この半導体含めて、海運業含めてですね、いろんなところですよね、もうめちゃくちゃ儲かってるわけですよ。ただ、こういう榎本さんのようなね、ちょっと中小の、会社でさえもですね、ここまでやっぱりね、儲かる。で、これは、半導体とかそういうね、彼らがやってるのが伸びてるってのあるんですが、やっぱり榎本さんのこの技術力、それが素晴らしいからこそね、しっかり利益を上げてるということだと、これは言えますからね。はい。で、そこですね、このビジョン2030。校長大好きな、中期経営計画。榎本をしっかり出してますよ。これいいですね。はい。まずですね、これです。ウェアラブル末端コネクター。パワー半導体向けリードフレーム。もう、聞くだけでワクワクしますよね。さあ。そして、増収増益に加え、自動化等による付加価値向上で増益を計画と。いわゆる自動化ですよ。5G とか DX とか、あとロボットとかですね。今こういうの流行ってますよね。もうオール無人ですよ。そこでピシューッと成形してね、金型でボーンとプレスして、素晴らしい製品ができて、梱包まで自動。まあ、Amazon じゃないけど、翌日配達みたいなね。まあ、そういうこと含めてですね、もう究極までコストダウンしようと。で、余談ですが、一応ね、ここはね、山梨県が本社でございますから。はい。で、まあ、こういう形でね、はい、目標数値が2024、3月。はい。3月期ね、売上250億。営業利益20億。ね、あらり、利益率が 8% ですよ、と。で、成長分野、ね、ウェアラブル末端、津軽工場、いいですね。この青森の、この非常にやっぱね、中身こう言ってますよね。精密機械というのは空気と水が綺麗じゃないとダメなんですよ。なんで山梨、長野とか日本海側なんですが、やっぱり青森も綺麗なんですね。秋田、青森、めっちゃ綺麗です。そこにやっぱ工場持ってますよね。そして EV 自動運転分野ではこのフィリピン工場。ここもね、また素晴らしいですよ。そして最終年でところでね、250億。ね。そこまで売り上げを伸ばしますと。で、この限界利益引き上げ。これですね。これに伴っては量産化の自動化、金型製作のデジタル化、そして海外拠点の強化ということで、もうすべてね、方向性はしっかり出して、それに向けてもう、邁進しているということがよくわかりますね。そしてですね、成長分野の投資ということですが、この部分ですよ。これね、成長性低い高い。ね。売上規模、高い低い。ということで、この部分は今ちょうど中間ですよね。売上規模はそこまで高くなりが成長性は抜群ですというこの部分をこっちへ持ってきたい、この部分へ持ってきたいということを言ってるわけですよ。なんで、間違いなくね、成長するわけですよ。この EV とか、ウェアラブル末端とか、パワー半導体、スマートフォン、明らかに成長する。ね、この部分ですね、市場は。ただ、この部分というのは榎本社内とか榎本さんの話ですから。で、榎本がこれをもうこっちに持ってくると。いうことなんですよ。なんでそれができたときに、おそらく、もっともっと上振れしていくと思います。ということなんですね。はい、で、成長分野の世界市場予測ということで、もう明らかに身になってますよ、ということですね。はい。で、ここからです。燃料電池。これですね。部品、実用化へ向けて、ということで。今ですね、ここに書いてますね。山梨が本社なんで、山梨県、いわゆる山梨大学ですね。そこと共同で研究してるんですよ。この燃料電池向けのね、いろいろな部品を。それがですね、しっかり実用化されればですね、まあ、またもう一段階変わってくるなというとこなんですが、それはもう電池自動車とかですね、燃料電池もいろいろありますから、水素とか。だからこれはね、もう全体的な方向性の中でどう転ぶかわかりません。それはね。ただ、要はもう将来こうなるだろうということで、まあ彼も仮説ですよね。それになって、彼らの中でできる最大限の開発しているということなんです。それがこれですね。もう報告しますよ。固体高分子型燃料電池、ね、PEFC 向けガス拡散層、ね、一体型金属セパレーターの開発進捗ということで、簡単に言うと、従来構造ではね、発電時における生成水のね、対流がガス拡散を阻害するんですって、これ。で、それを、ね、発電特性を低下するようにとなっていたが、いわゆる彼らの榎本社が独自開発する開発セパレーター。
これの ガス拡散層に流量を形成することで生成数の大量を防ぎ、高ガス拡散性を実現と。まあ、簡単に言うとですね、ガスが溜まったらもう電磁特性が低下するということで、彼らのセパレーターを持ち込むことによって、そのガス拡散性をもっと良くするということで、その電気のね、発電の低下を抑えるということなんですね。いやー、いいですね、これ。これが、今彼らが開発した一つのね、大きなトピックですよね。はい。で、次、株主還元策ですね。いやー、いいですね。これちゃんともうね、最後のこの24年3月60円までいっちゃうということなんで、さあ、こうなると 4%、5% ぐらいになるのかな。でも株価がどこまで上がってるかによってまた変わってきますけど。まあ、いずれにせよですね、しっかり株主還元は考えているというのが榎本でございます。で、ビジョン2030ですね。これまあ250億ってね、さっきも言ってますけど。で、限界利益もしっかり向上させます。何ですか？ウェアラブル末端コネクター、パワー半導体、リードフレーム、そしてもう自動化ね、海外拠点の強化。いやー、いいですね。これやっぱこのね、なんかこう俊敏さがこう見てるだけでもグッとこうなんか入ってきますよね。うん。ではチャート見ていきましょうか。で、足元でいきます。これ週足ですけども、だいたいまあ1500円ぐらいかなと。で、今2000円の間ぐらいを行ったり来たりしてるのかな。まあ本日はね、1588円ですから、うん、まあ、ちょっと上がってきてますけど、まあ、どうでしょう。まあ、要はコロナ前と比べて、やはりもう一段階違うステージに株価の水準が来てますんで、そう考えると足元絶好調なんで、まあ、非常に美味しい銘柄かなというふうに思いますけども、ただまあ、やはりですね、ロシア、ウクライナの影響は受けてますね。確かで上がってるっていうのもありますから、まあ、そこはね、香港の生徒、まあ、優秀ですから、自分で考えて調べる仮説を立てて、トライアンドエラーの検証できるということなんで、まあ、ちょっとね、そういう目でまた榎本を見てもらえれば、非常に面白いかなと思いますね。で、その中でですね、榎本社と同じような同業のですね、もう一社会社最後に評価して、で、ホームルーム行きましょうか。これです。はい。IPEX です。IPEX。はい。で、本日が1447です。で、これを紹介した理由はですね、これ足元あんまり良くないんです、はっきり言って。うん。あんま良くないです。良くないんですが、これです。PBR 0.47。利回り 3.46。時価総額271億円ということで、これもね、大手のコネクターメーカーですよ。で、特には車載分野にかなり力入れてます。なんでですね、この電気自動車含めてですね、いろいろなこう絡みが出てくると思うんですけども。まあだからこういうね、ちょっと中小クラスのこのコネクターメーカー。榎本とか、まあイリスもそうですけども。そして IPEX とかですね。そういうところをちょっともう一度見てもらえればね、結構美味しいところがあるかなと思います。で、大手で行けば日本航空電子とかですね、広瀬電機とか、もうちょっと桁がもう一段階違うんですが、やはりね、このコネクタって意外と知られてないんですよ。意外と知られてないんですが、高利益率。で、高配当で言えばおそらく IPEX と榎本ぐらいかな。あとだいたいまあ 2% 前後ぐらいかなっていう気がしますけども。まあそういうことですね。非常に魅力のある会社。榎本。そして、配当は、グッド。これもオーナーケースの IPEX もね。まあ、ぜひ、そういうところで、まあ、自分でまた調べてもらえればな、というふうに思います。で、榎本はね、ホームルームですけど、半導体、スマホなど、非常に需要が手堅い、非常に強い。で、高品質な彼らの技術力を活かして、うん、しっかりシェアを伸ばしているということですね。そして、先ほどね、燃料電池向け製品とかね、次世代分野の製品もしっかり開発していると。で、それはやっぱりね、会社のウェブサイトに載せてるわけですよ。こんなんやってますよ。こういう結果出ましたよ。やっぱり素晴らしいですよね。で、やっぱ100億クラスの時価総額ですが、中期経営計画もしっかり出してるということなんですよ。で、これ、あくまで好調の持論なんですが、なんで中期経営計画を出せるか。これわかりますかね？なんで出せるか。会社の大なり小なり関係ないんですよ。要はですね、不確定要素が、比較的少ないんですよ。わかりますかね？不確定要素が比較的少ないんで、中期経営計画を出せるってことですよ。なんで、なおさら、やっぱその市場が安定してるってことを裏付けにもなるわけですね。もう、一寸先闇だ、なんかどうなるかわかんねえって、こんなもん中期経営計画書けるか、みたいな感じだと、その会社の先にもちょっと怪しいじゃないですか。ただ彼らのように、もう半導体とかね、うん、このスマホとか、パワー半導体、
ウェアラブル末端ってある程度見えてるわけも市場が。で、オフィシャルな統計データも出てますから、それを叩き台にして彼らは市場予測ができるということなんですね。で、やはり先ほど言った通り、高配当 3.2% 以上です。経営安定性もグッドです。もう許し負債もほとんどありません。自己資本比率も 60% 超えてます。ということで、まあ本日はね、この非常に中小小型銘柄ですけども、榎本、なかなか面白いんじゃないかなというふうに思いますし、最後にやった IPEX。足元はちょっとね、利益面でかなり苦戦してますが、配当はもう 3% 超えて、まあ同じようなコネクターなんでですね、まあどっかで上振れしてくる部分があるかなと思いますんで、まあぜひ興味のある方はね、ググってもらえればいいかなと思います。では、SGs、香港も頑張ってますし、そしてね、この好調の事業、なかなか面白いなとコネクター、なんじゃこれと思ってぐーっとね、興味が、関心が湧いた方はぜひ高評価お願いします。そしてね、チャンネル登録という形で、新規入学者、もう随時募集で、最近かなり増えてますからね、かなり盛り上がってきます。そして、ここにね、香港の好調が出ますから、それをクリックしてもらえれば、チャンネル登録という形で香港に入学できますから、楽しいスクールライフをね、一緒に送っていきましょう。そしてみんなで一緒にね、楽しく儲けていければいいかなと思います。それではまた明日お会いしましょう。では。